はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play バトル today. I'm チャンプルーということでね、やっていきましょう。パート1000ですね。ついについについに達成しました。 I achieved part 1000ということでやっていきますか。はい、もうパート1000ですからね。もう感慨深いですよ、もう。はい、ということでね、やっていきたいと思います。そしてね、今回はヒロキでやっていくんですけど、これは、まあ、以前ツイッターの方でアンケート取った時に、ヒロキが一番多かったんで、今回やることにします。そして選んでるコンピューターは、その次に多かったキャラ。票がね、次に多かったやつが、このかけるチャル、サルチームなんで、それでやっていきます。はい、乗り物がね、苦手なんですよね、俺。はい、やっていきましょうか。さあ、狙うは全種目1位なんですけど、乗り物でどうかっていうところですね。はい。あれ、出て消火弾が欲しい。はい、危ねえ。はい、お、オッケー。サンダー、お、サンダークラック。さあ、珍しい発動。マジでさ、ここ、どうすればいい、どうしようかな。凍らせることもできないから、あぶね。さあ、難しいところ。オッケー。さあ、一人落ちていく。クラッシュアリケン、クラッシュアリケン、いけ。結構無効になっちゃうな。あー、やべ。クラッシュアリケン、オッケークラッシュアリケン、オッケー。強化弾が一回も出なかったな。強化弾があればね、もう少し楽になれたけど。あ、ちなみに5桁になってますね、バトルマラソンの時は。はい、では行きましょう。狭いステージだとね、マジで無言になっちゃう。ただでさえさ、俺ボキャヒーなのにさ、あ、クラッシュアリケン、いけー。殲滅させてやる。オッケー、クラッシュアリケン。さあ、アスレチックステージはね、もうアスレチックステージはもうあれですよ、殲滅ゲーム、殲滅ゲーム。あ、もう死んだかね。オッケー。さあ、殲滅完了。さあ、ヒロキの呪いにかからないように。いや、怖いからこっちでいいや。ほいほいほい、オッケー。よっと。さあ、取っていく取っていく。はい、い
感じですね。さあ、もうパート戦なんですけどね。もう、あれだよ。これ初めての実況、いつだっけ ?2015 年ぐらいだっけ?もうちょっと前かな。結構前から実況してたよね、サルバトーレは。パート1。もうそこからね、もう1000本も動画投稿して。すごいね、もう。我ながらもう頑張ったと思ったわ。はい。まあ、取る必要はないんですけどね、コインはね。だけどもう、ちょっとね、暇なんで、取る感じにします。いや、もうゴールしようかもので、はい。てなわけで、こんな感じで、はい、ヒロキでどん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 勝ち進んでいくっていう感じですね。本当にね、タンクと、あれですよね。タンクとボートだよね、一番。厄介なのって。ガチでその時だけ死にそうなんだよね。さあ、強化弾が欲しいな。さあ、強化弾欲しい。オッケー、やっつけたー。やった。オッケー。さあ、見えなくてもいいよ。オッケー、ほいよ。オッケー。あー、ピロキった。やった。オッケー。あれ?どこ行った?あれ?もうみんな死んだ。早いね、短命ですね。メーションブレイク!決まったー。さあ、次はボートですね。こういうボートだよね、一番。激強のボートマジ早いんだよ。夏美だとね、ミスらんかったら絶対勝てないし。ね。さあ、壁に引っかからないようにね。ボートってね、マジでね、操作感難しいからね。どっちだ?もっと楽しませてくれ。え?待って、すげえ、同時ゴールか。ボートで同時ゴールってやばくない?それはすごいわ。やば。待って。多分これ以上にないミラクル起こしたかも。ボートで同時ゴールってないぞ。てかトップバスターがめちゃくちゃね、厄介でしたね、今。さあ、殲滅ゲーム始まった。あ、強化弾取ればね、もうこっちのもんですよね。レディーゴー。はい。さあ、コインをよこせ。ほら、ディメンションブレイク、いけ、殲滅だ。お邪魔は全員ぶっ飛ばす。はい、はい、一人殲滅完了。
イエーイ。てててん。イエーイ。さあ、勝利の舞をして。はい、もうやることがね、ないんですけど。さあ、また、てってんてでんてんっていうところで踊りましょうか。ひろきダンスをね、お見舞いしていきましょう。どーわーん。あ、でも、踊れそうにないな。はい、じゃあ、終わりですね。いい。ということで。その程度では俺には勝てんぞ。はい。あ、メカ四駆ですね。メカ四駆どうしようかな。上に登ってもいいし、殲滅してもいいし。いっか。殲滅しますか。何もしてないのもしょうがないし。おお、やるじゃないか。わかんね。あ、強化弾来た。これ。オッケー、クラッシュハリケーン。さあ、やっつけられるか。はい、殲滅。さあ、のんきにラジコンで遊んでるからですよ。はい、ということでね。さあ、あとはコインを取りまくっていきましょう。俺ね、この俯瞰視点のステージ、めっちゃ苦手なんだよね。この、なんていうの、第三者視点から見るステージ。なんか距離感がつかみづらい。だからね、俺、マリオ 3D ランドとかも苦手なんですよね。だから、ね、2D マリオの方が好きです。マリオだと。さあ、ミスメカはね、斜め打ちしてれば多分大丈夫なんで、チャルから攻めましょうか。スメカはね、基本的に斜め打ちしてれば当たることがほとんどないんでね。しかもコンピューターはね、直線的にしか打ってこないから、かなり楽です。さあ、問題のタンク来ましたね。マジでね、ボートとタンクだけ、マジで神経使うし、運ゲーなんだよ。結構狙われるから。はい、こっちだ。さあ、どこで正面向くかなんだよね、これ。はい、またまた。
マグナムで殺せるか。ふぅ、緊張した。タンク二次予選が一番楽なんですよね。だからタンク一次予選はマジで、一番難しい。決勝はね、まだ、確か透明化あったっけな。確か透明化があったはずだから。何すんの？さあ、メカボー一次予選はもう全国ですね。はい、オッケー。ナイス。はい、オッケー。さあリフトでもう殺していくっていう。はい、タケルとサルチューも俺いつ倒したんだ。短命ですね。ということで飛びとも二次予選ですね。さあここもですね、殲滅ゲーミングをかましていって、そっからもうダンスとか、まあ、適当にねステージに沿って進んでいきましょう。これも月開幕月。はい、落としていく。はい、ディメンションブレイク。殺していきまーす。殲滅。さあ、クラッシャーリケーンで。フラッシュハリケーン。ダメですよ。君たちが生きてるとね、もう取りづらいんだけど。あらら、ピロキの呪い。あら、倒しちゃった。完命ですね。はい、オッケー。こんな感じでね。まあ、飛びとんぼ二次予選はですね、こんな感じで、もう、殲滅していくって感じが、コンピューター戦ではよくあることですね。ただ、対人戦だとね、こういう風に、この応急がね、めちゃくちゃ落ちているんで、はい。こういう風に応急めちゃくちゃ落ちてるから、なかなかね、死なないんですよね。あ、ちなみにこれは乗ったら落ちる床で。で、ここはディレイで出てくるんで、こうやって。はい。で、ここにも三連応急があるんですね。まあ、体力少なくなったら取ってきてくださいというわけで。ウィー。で、真ん中のコインがあるところは動かないリフトなんで、ここはもう、打って取っていって。で、ここはちょっと見えないんでね、あの体力ゲージ気をつけながら行ってくださいと。で、ここをね、こうやって取っていって、取っていって、で、ここは素早く。で、1コイン取れなかったんですけど、まあこんな感じでね、あの、なんていうの、ステージ外の判定を食らわないようにね、なるべくこの、画面端ギリギリ、もうヒロキの体がちゃんと見えるぐらいの範囲でこうやってやらないと、あの落下判定になってしまうので気をつけていきましょう。ちなみにここ900枚取りたい、コイン900枚取りたい人はね、絶対通ってください。ただ落ちやすいから、まあその必要がないときはまあ別に通らなくていいよっていう状況です。ここマジで落ちやすいんだよ、ここ。で、ここはね、タイミングが結構難しいんで、スクロールが速くなるタイミングで行きましょう、ここは。
こんな感じで。で、次はね、火柱ボーボーゾーンです。火柱ボーボーゾーンはですね、まあこの白い、この白っぽいところからボーンって湧いてくる感じです。まあただね、そんな勝ち当たることないです、ね、普通にすると道なりに進んでいくとね、そんな勝ち当たることないんで。ほら、しかも余裕あるしな。ほら、なんか行こうと思った先が火柱立つゾーンなのか、あんまり個人的には経験がないんだけど。はい、ここは何もないので、まあ対人戦だったらここでね、思いっきりハサミちゃんに暴れてくださいみたいな感じで。やった。はい、やった。まあこんな適当な立ち回りでも800コイン超えるので、900枚目指したい人はぜひ目指してみてくださいということです。いや、もうゴール前のコインはいいです。すみません。次どっちだ、パチンカー二次予選かメカ四駆二次予選か、フープ二次予選かな。パチンカー二次予選でした。はい、ということでね、いきますか。自分のライトニングに当たった。さあ、ここはもう強化弾を取ってね、やっていきましょうと。オッケー。はい、強化弾ね。オッケー。フラッシュハリケーン。はい、こんな感じでフラッシュハリケーンからのディフェンスブレイクで攻めていくって感じです。もうダメです。その程度では俺には勝てんぞ。お、ついに1万ポイント超えましたね。出たー、ボート。もうやだ、ボートやだ。めちゃくちゃ疲れるんですよこれ。しかも普通に速いからな、コンピューター。ちょっと負けちゃったらごめんなさいね。危なっ。マジで俺ボート見たくそうだったのか。てか死にそう。危ねえ、もう怖え、もう。もっと
楽しませてくれ。すごいよね、もう。なんか、はちゃめちゃすぎて、無言になっちゃう。しかもさ、俺、18年サルバトールやってるって言ってるけど、ボート、ほとんどやってないからね。格闘しかやってないから。なのでね、何使ってんの、お前ら。ああ、パトラップです。なんでだ？ああ、これって、あれ？え、だから、なんで落ちんの、これ。なんか吸い込まれる。OK。あ、来た、来た、来た。挟んで、神ゲーだ。あらららだ。なんだこれ。フラッシュハリケーン、フラッシュハリケーン、フラッシュハリケーン。こっちが勝った。あぶねえ。神ゲーじゃなくて神絵ですね。なんていうの、 CP9 の技で、神のように避ける技があるんですけど、マジで神絵されました今。操作殲滅させる。やばいね、調子乗ってんだよコンピューター。やば。これさ、てか強化弾がマジ強いんだよな、威力。 OK、 とりあえずね、全員殺したんで、やったぜ。なんかね、パチンガーってね、総合から受けると、ちょっと浮き上がり判定があるから、それで連続攻撃してらうとね、ああいう風になっちゃうんですよね。これ誰？誰か。くらえ！あ、そうダメだ。これだ！あけ！あー、惜しい！やれる。えい。防御力、星1ですからね、あいつ。で、やれる。ゼロ距離。はい。
見せ場からだとコンピューター弱いんですよね。なんか立ち止まるんですよね、目の前で。だから、それを狙って、バンバンやっつけていくって感じです。危ねえ、マジで。なんかね、激強さ、たまにさ、激強のさらに上を行くような強さになっている時があるんですよね。あの、偶然なのか狙っているのかわかんないけど、めちゃくちゃコンボが繋がる時もあるんですよ、格闘戦だとか。最強行きますね。タンクの最強、ここです。で、タンク後ろ取ればね。はい、オッケー。タンクの最強はね、後ろなんで。後ろ取れば勝ちなんですよ。なわけで、ここをこうやってスピードアップでどうかなって言って、でこのスピードが上がってるときにもう一回ここに戻っていって、で、はい、オッケー。まあこれちょっとね、あれですから、コンピューターだからできることなんですよね。OK! ということでね、格闘やってきました。さあ、格闘からね、もう俺の本領発揮です。さあ、さっきのパチ、メカ四駆二次予選のことはね、させない。集中します。集中。サンダークラック、また出てきましたね、専門先生。どこだんだって。お、当たんねえ。はい、オッケー。これがね、最強なんですよね。マジ、強化弾。強化弾を取ってからの爪がね、サルバトーレ最強の、なんていうの、戦い方なんですよね。もう、強化弾ってさ、打ち上がるプラス、しかもその、打ち上がってる間何もできないからさ、そっから追い打ちをかけることもできるし。絶対落として。さあ、殲滅のタイム、殲滅タイムの始まりだ。いけーい。絶対登らせね。絶対生きて帰らせねえぞお前ら。フラッシュハリケーン。オッケー、ナイス。フラッシュハリケーン。さあ、終わりだ、かける、いけーい。オッケー、かなり速いペースで倒しましたね。
イエーイということでね、倒した。ゲイ。てかここもさ、あの対人戦でやるとね、めちゃくちゃあの回復があるから長く続くんですよね。まあ、ちなみにその対人戦の動画ね、あの撮ってあるんで、よかったら見ていってくれると嬉しいです。確かあの対戦、あの3人対戦したやつのパート、最終パートだったかな、その時にやってたんです、この格闘 A 準決勝のあの3人対戦のやつ。あ、ちなみにあの影が出てくるんでね、そういう影をね見ながら、影を見ながらこうやってコインを取っていく。危ない。はい。で、このぐるぐるをね、ぐるぐるゾーンに入ってきまして、まあここはね、まあなんだろう、とりあえず道なりに行ってくださいって感じです。うん、たまにね、影が見えててもなんか滑って落ちることがあるんですよ。だからだいたいこの台の真ん中あたりに着地すると足場判定がちゃんとしてるんでね、こことか行くとたまに落ちるんですよね。あのかなりギリギリのところ行くと、あの崖つかみもせず落ちてしまうような流れになってます。はい、ということで、さあ次が B 準決ですね。はい、もうね、これはもう親の顔より見たっていうぐらい、まあネタなんですけど、本当に頻度で言うと親の顔より見たって言われそうな B 準決なんですけど、あっ、危ねえ、ちょっと吐いてな、ほっぺたが痒かった。さあ強化なんだよ、もうぶちまめていきます。ピル、ダメか、なんかピロキってちょっとあれか、ピロキってちょっとあれ判定低いのかな、あのマシンガーの判定。で、あとなんかメカ棒の判定も狭い気がするな。OK、 さすがに夢ぐれまで当たった。OK、 ちゃんとね、まあさすがにね、強化弾は絶対受けに回したくないんで、あ、回復も絶対取られないようにして、やった、クラッシャリケーンでカウンター。はい、オッケー。やっぱね、広いステージの方がね、本当にやりやすいわ。なんかノーストレスでできる。あ、来ましたね、もうなんだろう、
何回見たのかわかんないっていうぐらいやり込んだステージですね。 C 純潔、俺がさ、サルバトーレで一番大好きなステージ C 純潔。このさ、広いステージとさ、程よく設置されたこの障害物、マジでね、マジで神ステージだと思う、ここは。ダメよ、メカボー。なんかメカボー使ったらダメですから、ね、オッケー、はい、決めて、もう一発決めて、やった、相性取ったいな。お、マジで、さあ一旦ここをトンってやって、さあカセット、よいしょ、はい、まあこうやってまとめてきたらね、一人ずつ相手するって感じでいいですね。ということで A 決勝、あ違う、こいつ忘れてた、アスレチック B 準決勝、 B 準決勝ですね。あらららら、さあ強化弾が取れなかった、あらら、ピロピきた、はい、ダメですよ、先には進めないようにしてるんでね、こっちは。さあかけるくんもね、ちょっとあの先で何かやってるんで攻めちゃってます。どこへ行こうというのかね、どこへ行くんだ、ちょっと待って、あのマット、もうマットのネタがすぐ頭に浮かんでくる。絶対あのリフトのとこで止まるでしょこいつ。あと飛びトンボのような飛ぶところも止まるよね。オッケー、ナイストップバスター。オッケー、どっから出てくる、オッケー、やっはい、オッケー、さあ殲滅タイムの始まりだ、いけ、ディメンションブレイク2発置いてやる、ディメンションブレイク、あ、いけないか、あ、でもはい、さあ殲滅は終わりだ、俺の勝ち、ということでね、みんなのんびりしてみましょう。ダメですよみんな、あの地球にお戻り、さあこの宇宙を制覇したひろきくん最強ですね。まあ、確かに今のヒロキはね、宇宙を征服したと言っても過言じゃないですね。さあもうね、ウィーニングランです、ここまで来ると。
さてと、ちなみにあのタス動画でさ、アスレチック B 準決やってんのがあるんだけど、ピコトロンでサル UFO でしか行けないところをね、行くっていう荒技をね、やっている動画があるんですけど、皆さんよかったらね、見てみてください。サルバトーレタスってやったら出てくる。てかね、サルバトーレのタス動画さ、コンボとかもめちゃくちゃエグくて、こんなんどうやってできんのって感じなやつとかもあってね、すごい面白いですけど、マジでね、すごいなと思います。はい、ということでね、何気に始まったリズミカ、なんだっけこれ、純血だっけ、弾速いな、結構誘導性能はちょっとあのお察しなんですけど、下に行けない、下に行かせてくださーい。ということで応急を取って、マグナム取って、てかさ、思ったけど水メカってさ、どうやって息してんのこいつら。はい、スピードアップで進めていく。あー、ちょっとね、HP 満タンで。さあ、うまく車線を切って。リロードを挟んでいこう。オッケー。その程度では俺には勝てんぞ。乗り物だったらね、ミスメカならまだマシなんですよね。まだできる方。本当にあのボートとかタンクとかね、やばいんですよね。さあ、狭いステージの格闘ですね。待って、ボタンが押せなかった。怖いやつ持ってますね。あらら、ピロ切った。オッケー、こういう風にね、こういう現象があるからね。はい。こういう現象があるからね、パチンカーを打っちゃうの怖いんですよね。あー、尻餅ついちゃった。待って、この俯瞰視点苦手だな、俺。全然コンボができない。さあ、あと、残ってんのなんだ？ B 決勝と B 決勝と、アスレチック B 決勝と、あ、A 決勝あったな。A 決勝、B 決勝、格闘 B 決勝、タンク決勝、ボート決勝か。なんか、歯医者さんのさ、診察であるよね。A 決勝、B 決勝みたいな。なんだっけ？あれ、A 何番って言ってんだっけ？ちょっと詳しくないからわかんないんですけど。はい、クラッシャリケン。君たちを生きて帰らせない。俺が、食い止める、ここで。
さあガードしてもダメだよ、ガードしてもダメだよ、えい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 、ね、ディメンションブレイク置いとくか。あ、来ちゃった、来ちゃったか、ダメですね。ほらほらほら、はい、お、はい、さあクラッシャリケン、ベルトコンベアのところで倒したい。よっしゃー、マルタのところでもう終わらせてやったぜ。ふぅ、マジで当たんなかったな、さっき。てか、なんか右スティックがゴーゴーいってるから、ちょっと、あれだね、買い替えの時期かもしれない。買い替えするか、なんだっけ、桃鉄用にコントローラー置いておくか。あ、でもなぁ。ま、いっか。とりあえず右スティックが完全に反応しなくなったら、どうするか考えます。はい、はい、まあ、まあこれもう取らなくてもいいんだけどね、ストーリーモードじゃないし。まあでも取ります。ここに立って、で回った瞬間にこうやって、回った瞬間ってか半分まで回り始めた時に走っていきます。そしてここはね、取り方が、個人的におすすめの取り方は、下行って、これも下行って、で、真ん中行く。これ。このルートがね、結構コイン稼げるんで、おすすめです。結構こう、ジャンプして、ジャンプして、でここの角のところにね10コインが2つあるので、これも取っていって、あとはもう流れに身を任せながら、こうやってドーナツを3個渡り切りますとゴールですね。はい、あ、いいね、かけるにコインを1コインも取らせてない。で、チャルは1コインで、サルチームは3コインですね。はい。はい。一応さっきのコインのところをね、いっぱい取ってたら、900コインいけます。序盤のコインと、あと最終戦のところの、最終のゴールのところにあるコインですね。そこを取ると900枚いけます。さあ、ここですよね。一番の難所。ボート決勝。ちなみに俺のチャンネルのカバーはね、ボート決勝なんですよ。あ、いや。さあ、マジで、ボート下手くそでさ、取れないんだよね。スピードアップ。ここは絶対取ろう。オッケー、取れた。オッケー、
っしゃい。はぁ、疲れた。あぶねー、マジでマインスイーパーでつまずいてくれたのがでかかった。はぁ、疲れた。お前ら絶対ボコボコにしてやる、ここで。ちょっとブロリーいいですか？なんだっけ、プルリーになります。行くぜ！肝釣りにあげてやれ。めちゃくちゃ緊張させやがって。肝釣りにあげてやれ。マジで。この野郎。オッケー。また一匹虫けらが死にに来たか。さあ来い。よっと。終わったな。さあ来い。叩き潰してやる。クラッシュハリケーン。さあクラッシュハリケーン。さあ取っておきだ。いけー。メカボンにしたつもりがなっていなかったようだ。ナイス。てか俺チャルに一回も攻撃してないのになんでそんな HP 減ってんの。お前はとっておきだ。おぉーふーん。ということでね、プルリになりました。ちょっとテンションがおかしいんですけど。はい、終わっただ。所詮クズはクズなのだ。マジでね、ブロリーのバット好きすぎてね、一時期さ、一日なんか、5時間ぐらい見てた時あって、やばいよね。ブロリーのバット、どうしてこんなにブロリーはね、どうしてブロリーは、人々の心をね、魅了するのだろうか。ディメンションブレイク。はい。オッケー。ちょっとチャルやっつけに行こう。オッケー。ここ一個ね、バグショートカットみたいなのがあって、ここなんかこんな感じでね、2個目のリフトの待ち時間を減らすっていうやつがあるんですけど、あ、ちなみにこれはちゃんとしたタイムアタックでも使われてる手法なんですけど、2個目のリフトのところに行ったら、フラッシュハリケーン。オッケー、フラッシュハリケーンで、オッケー。ダメだよ、どこに行こうというのかね。でも本当にムスカ大佐になっちゃう。いいし、あとはなんか技あったっけな、タイムアタックの技。あ、ちなみにね、ここ上登れるんですけど、ここ直線で進むのがクソ難しいんですよね。今たまたまできたんですけど、これをブルーピポトロンとかでやるとね、かなり難しい。俺はできません。死んじゃいます、途中で。しかもピロピなんかでやったら、ね、
飛び降りちゃうから、ね、普通だと。今回はなんかたまたま飛び降りしなかったんですけど、だいたい俺あの操作ミスで飛び降りするんでね、ピロキ使うと。やっぱねピロキってね、コンピューターでもそうなんですけど、飛び降りの呪いがかかってる気がするんですマジで。だからさ、なんだろうねピロキって、もう何飛び降りをするために生まれたのかっていうぐらい。危な、また落ちるところだった。危ねえよ。もう一応 B 決勝終わったんで、格闘 B 決勝とこのアスレチック B 決勝も終わりますと、ラスト確かタンクだっけな。タンクで終わりだった気がするけど、危ない、そこ掴む判定あったんだ。ちなみにここをね、あのスイッチ押さなくてもいけるんですけど、難しいです、めちゃくちゃ危ねえ、危ない。ちなみに今のところ右のスイッチを押すと真ん中のやつが倒れます。ただあのタイムアタックとかはね、ピポトロンとか使ったら、あれをあのスピードであれを飛び越えしなきゃいけないんですよね。しかもつまずいたらダメ。だからね、めちゃくちゃ難しいんですよね、ブルーピポトロンでここ走るとなると。俺はあのタイムアタックねできないんですよね、難しくて。さあラスト、多分ラストです、タンク決勝。確かいないいないがあるはずだから、それを取れば集中砲火を防げる気がするんですけど、なんせタンク決勝ってさ3対1になることがめちゃくちゃ多いんですよね。やめろよ。あらららピロキ、ピロキいった。またあ、あったあったあった、これ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 、オッケーオッケーオッケー。あ、マジで死んでない。オッケー、一人ずつ。あ、オッケー、はいオッケー。あぶねえ。チャルのタンクはね、あの破壊力が、破壊力じゃねえ、防御力が少ないからね。なんとか勝てました、それで。あーよかった、全種目1位か。なんかかけるに同率1位取られちゃったんですけど、あーもう集中してやばかったわ。ということでね、はい、パート戦こんな感じでした。めちゃくちゃ長い動画になったんですけども、もう途中無言とかね、なんかよくわかんないことを突っ走って、なんかね口走ってたかもしれないんですけど、はい、ここまでねちょっとトークスキルもねない中見てくれてありがとうございました。はい、パート戦以降もですね、あのこうやってバトルの動画はね上げ続けていく予定なんでね、俺が生きている限りはサルバトーレの動画は上がります。なので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.